あるし、ワンワンとうるさかった。隣人の犬を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後、彼女が俺の友達と浮気した。俺はカッとなって友達を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。10年後、たまたまバーで出会った女に金をせびられて、女を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。15年後、昇格を競い合う同僚を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。20年後、介護が必要となった母が邪魔で殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていなかった。次の日も、次の日も死体はそのままだった。